皆さんこんにちは。今いるところは、三陸自動車道、去年かな、一昨年かな、ちょっと忘れましたけど、新たに開通した、三陸自動車道の、なんだろう、ここ三滝道っていうところにいますね。2年前だったかな。でこの先で終わりだったんですけど、その先はまた去年のいつだか忘れましたけど、春過ぎかな、静岡の方まで、伸びたということでですね、しばらくこっち来てなかったんでちょっと走りに来ました。まもなく7年を迎える311の静岡とですね、気仙沼ちょっと見ていきたいと思います。あれ、俺ここで降りたんだよ、名前な。この先まで行けるようになったんかな。なったんかじゃなくて行けてるじゃんね。そうそうそう、前回ここまでだったんですよ。この先が新しくできた、三陸道になりますね。宇多津までできたのか。もう少しだな、気仙沼までな。終点宇多津のどこ出るんだろうね、これね。どこなんだここ。さあ改めまして、三陸自動車道宇多津インターチェンジを降りまして、今45号線走ってます。まもなくね7年を迎えようとしてます。今日は宇多津ですね。宇多津から北に上がっていってどうなったのかっていうのをちょっと話してみたいと思います。ですね、ここに来たのは震災後1週間経ってからかな。3月16から17、18、ほら18かな、来たの。ようやくなんとか通れるっていう時にですね、排気量の小さいねオフ車でここリュックに背負ってこう通ったんですが、見えないんですけどね、今ここから。ここは宇多津の駅ですね。上が、下が BRT の駅です。そこに45号線の橋かかってたんですね。橋落っこっちゃったまんまだったんですが、今と、あ、そうですね、落ちてますね、まだあそこに残ってますよね。最後に通ったのは3月9日です。これも、まあ、この時期になると話すんですが、この311の前に11時40分過ぎかな、震度5の地震がありまして、心配なのでちょっと支店の方に見に行ったんですね。見に行きましたじゃないや、見に行ったんですよ。1回じゃないだろうな、もう1回来るんじゃねえなんていう話もしてたんですが、本当に来てしまってね。まさかあれほどの地震とは僕は思ってなかったですね。どの辺だったかちょっと忘れたんですけど、あの辺の木の上に布団が引っかかってたのを覚えてるんですね。あ、それはだいぶ後か。その時は気づいてなかったんだな、自分も。何度か来るようになって、その18以降で車でも来たんですが、あの木の上に布団とか
ね、絶対ありえない光景を見てしまいまして、ちょっと泣きそうになりましたよ。見ててしんどいなと思って。いつもこう帰ってくるときはもう夜中なんですが、まだあると思うんですけど、あそこにアンパンマンがいるんだぞ。頑張ってるなアンパンマン。震災の時からありますよあれ。昔ここに駅あったんですけどね、今 BRT の駅作ってるのかな。あれだいぶ変わったな。あ、高速道路かな。いや違うよな。あ、道路を変えるんだ。まあ、当時はここを通って気仙沼通って、大船渡、大船渡ですか、大船渡一ノ関って言って帰ってきてたんですね。もしくはそのまま時間、大船渡から高田とかあっちからこのまま U ターンして帰ってくるっていう日々がだいぶ続きました、私の中では。まあ本当にですね、あの全国の方から物資をいただいてね、食べ物とか、あれは非常にありがたですね。で当然ガスとかも来てないからカセットコンロとかですね、そういうのを送ってもらって未だに感謝してます。で届けた先にもね、例えば鹿児島の方からこれはもういただきましたとか、これはあの高知の人ですよとかね、一番嬉しかったのはあの仲良くして仲良くしてたってわけじゃないですけど、結構仲のいい同僚がですね鹿児島にいまして、私より2つ上なんですけどね、もう綺麗ですね、2つ上なんですが、すごい気使ってくれたっていうか、涙出るくらい本当にいろいろしてくれて、何か足りてないのないですかとか、うん、未だに感謝してますね。僕はそんなにあのしんどい思いはしてなかったんですがね、こういうとこでこういうのがっていうのが足りてないとかね、でもそんなに甘えてらんないからって、なんとかするよ、なんか送ってくれるんですわ。だから本当に感謝してます。ここも来た時ですね、もうここもなくなってるんですけど、ここも橋が落ちてて、まだ落ちてますよね、まだ落ちてるって言い方おかしいですけど、仮設のまんまですよね。ここ一車線だったんですよね、仮設の時は。